はい、どうもすこん、じゃあ、ショートコーヒーさん、も覚えて帰ってください。さあ、今回は、打ち入りブルック界でございます。はい、先日ね、ハロウィンガズレ100レベルになってくるなんで、使ってるんですけど、めちゃくちゃ強くて、で、今、めちゃくちゃハマってる、えー、メダル構成がこちらのカイドウ3種なんですよ。これ、めちゃめちゃくて。 まず、こちらで、受けた時にスキル1短縮。で、えー、KO したらスキル1短縮。まあ、スキル1が結構強いんでね。で、こっちで与えるダメージが増加と。でディフェンダーなり自陣にいることが多いので、非常に合ってると。で、さらに、え、ロックス海賊団があるので、自分がいるお互いに味方がいない時。 えー、ダメージ減少と。まあ、ディフェンダーなんで一人で守ることが多いじゃないですか。なんで、この、スキル一短縮しつつも、こっちで火力上げつつもダメージ減少がある、このカイドウ3種は、めちゃくちゃ相性いいですね。まあ、ディフェンダーにも、えー、使えるし、まあ、アタッカーとかでもね、いいと思うんで、本当におすすめです。で、うんと、ステータスなんですけども、 体力70の攻撃が、えー、42かな。で、防御力が、えー、36だと思います。はい。あの、体力メインでやってますね。やっぱり、えっと、防御力上がるんですよ。 確か、え、70%までね、えー、上がるんですよね。凍結状態にした時なんで結構たやすく上がってくれるんで、まあ、防御には、ま、軽く振っておいて体力メインでいいんじゃないかなと。うん。ま、その防御力ミシーを食らった時にでも体力があることによって耐久することができるんで、えー、体力メインがいいんじゃないかなと思います。んで、攻撃と防御に半々ぐらいでね、いいかなと思いますね。あのー、まあ、凍結するだけじゃなくって結局、その、それで時間稼いでも敵を返り討ちにできなければ、やっぱ自利品で抜かれることもあるんで、しっかり軽 でも、えー、火力に振っておきなってあげることが大切かなというふうに思いますはいでキャラタイプは、えー、ゲッターゾーンゲーグランドラインですねまあゲッターでねそのできるだけ8割に近い状態に早く仕上げたいのでこれがいいかなとでゾーンゲーグランドラインでしっかりダメージカットがあるという感じですねで裏のキングは相も変わらずいつもこの編成ですねはいこれが強いですまあ基本的にはブルック先に出したいんですけどもまあ味方にね超過ディフェンダーが多い場合は、えー、キングで先に取ってからまあ 死んでもらって、ブルックで守り抜くみたいな戦いが強いかなというふうに思います。今回も2000部取ってきたんで、えー、ぜひご覧ください。それでは、第3部から、どうぞ。<や>さあ、ということで、えー、第3の昼のバラティエステージですね。はい。えー、まあ、このステージは本当にわちゃわちゃするステージなんで、このブルックはめちゃめちゃ相性がいいです。っていうのもやっぱその、えー、カウンターがあるので、てか逆にカウンターがないディフェンダーは厳しいですよ、ね、こね カウンターであったり、あと何だろうあの無敵スキルとか、えー、ないといけないんで、ブルックにはもう本当に持ってこいのせいですね、うん、ただ、このブルック、カウンター決めるとちょっとかっこつけてあの、結構前にグイーンって行くんで、あの旗出ちゃうんですよね、こうやって。<laughs> これやめた方がいい、マジでブルック、本当に。なんでそんな、行くのっていう、その見せ場作れたい気持ちは分かるんですけど、もうちょっとなんか,なんかその、ディフェンダーのに出ちゃうみたいなのがね、ちょっとね、あのブルックの渋いところですよね。これ強いね、まあでも。 今のカタクリはマジでナイスなんですけどあの,そのダウンした時に割合ダメージを、ね、出してくれるっていうかここもほら出ていくでしょ勝手にもうマジでこういうのやめてほしいんですよ、ね、僕でコールドソールでね決めといて決めといて、えー、ニカが倒してくるとで一旦引きますね、うん、クイーンもいますし敵のブーストも来るんでね、うん、ここは一旦一たん1回こう引いたところで様子見かなと、まあ、スキルもたまらないとお話にならないので えーって言ってたらブーストになってクイーンがあの定来ましたね。まあ、クイーンなら僕は止めれるんですよ。その状態常を絡めることができるので。えー、で、ここは四季のね、あのスキルとちょっとかみ合わなかったですね。こ、う、こ、ん、攻撃せずに敵のブーストが終わるのを待ちます。はい。えー、まあ厳しいのは、まあ本当に、あれですよ。やっぱロー。<laughs> 見れるけどね。全然見れるんですけど。要はその、刀削、凍結化できなかったら吹き飛ばすことができるので、 でそこをやっぱ補うのがそのオーケストラ。で、そこを短縮するのがこの街道三種ですよね。えー、で、ここは、えーかいあのー、クイーン警戒で案の定い,いましてね。で、フラーズタイムで、えー、コーラしておいて、で、カウンター。弾、まあ、いてくれなくても、パッてこれでいけるんで。<laughs> で、これでまだスキル短縮されてますし、いや、いいでしょ、これ。まあ、クイーン倒せないんですよね、でも、悪いところが。 そう、防御力が上がってる人たちから受けるダメージが50%減少して、かつ体力が、えー、3%だったかな回復するんで、あの、勝てないです。マジで。だから、うじいりとかも、攻撃するだけ回復されるというか、まあ、そのダメージが上回ればいいんですけどね。うん。だから、そのためにブフバーストワンパンなんですけど、えー、で、ここはね、味方のフォローが、えー、素晴らしいフォローが入ってくれたので、えー、ここ貯めますね。まあ、戦闘で2課が当たってくれてるんで、 まあ、様子見といたらいいかなと。危険なのは、えー、クイーンだけなんでね。まあ、キドラはもう間に合わないと思うんで。で、飛んできたところに、えー、オーケストラ。<laughs> これ、マジタイミング良すぎてね。えー、最高でしたね。で、最後は、えー、こっちに入って、えー、まあ、適当に、ジャスカイ決めて、えー、カウンター決めて、カチッという試合ですね。まあ、このニカともう、もう、ブルックがいれば、守れないものはないんじゃないかってぐらい、マジで強いですね。で、えー、これが、まあ、冒頭でも言って,ていた。 えー、キング先出し作戦ですね。まあ、味方にオリンと、えー、ニカがいてくれてるんで、まあ、そこにブルックを出す意味がないのでね。ね、何が何でもシーハダをダッシュするという意図を持って、えー、僕は先に出します。はい。 で、ここまでやれればもう、キングのお役はごめんなので、まあ、早急に倒していただきたいんですね。で、倒してもらって、えー、ブルックに変わるみたいな、はい。まあ、おりんが来るまでね、生き残っておきたかったんですけども、えー、で、これ使って、まッ、あ、クですよね。で、フルコラ食らって、まあ、おりん来てくれたんで、うん、まあ、問題ないかなと。あとはもう、僕は死んだ,だけです。で、えー、これが確かね、なんか、あのー、オグリシュンあ、そうそうそう、オグリシュンさんに、えー、倒していただいたのですごく光栄なんですけども、えーで ここからブルックです。はい。もうブルックとニカとオリンがいたら、これはもう負けないですよ。はっきり言って。絶対に抜けない。だって、それぞれがその、補ってるんで、その、苦手分野を。これね、僕ほんまに最強ディフェンダー軍内と思います。あ、ニカいなくなりましたね。<laughs> まあまあまあ、まあそこはいいんですけど。で、ここから黒ひげ戦ですね。僕、黒ひげは嫌いです。非常に。<laughs> なんで、 あのー、ね、いい感じにカウンター決まってくれましたけれども。で、ここで、えー、オーケストラですね。えー、で、ワン、ツーで倒していくと。まあ、ブーストパワーのね、恩恵があって、まあ、しっかり火力にも、えー、振ってるおかげで倒すことができました。 で、そうこうしてる間にね、あの、ハードボイルドのやつが、あのー、裏取りを決めてくれてるんで、これは早急に行かなくてはならないと。こ <laughs> ね、やっぱ死ぬ気で取ってくれたんで、えー、行ってあげたいなって思ったんですけど、間に合わなかったですね。<laughs> まあまあでも、カイドウ来てくれたんで、あとはもう任せてくださいよと。もう、もう、クイーンなんかで僕のこと止められないんで、こうやってダウンさせていただいたらね、もう、コールドソウールで止めら、あの、止めさせていただけますので。で、ゾロなんかで僕には勝てないです。 あのー、青状態を引かない限りは負けないですねまあまあまあこれちょっとうっとしいですけどね <laughs> ブライパンはこれね回避と、えっと、スキルかこれ奪われてしまうのでなかなかに厄介ではありますが、えー、問題ないと、はい、まあ落としとけばねこうやって静かにさしておければ敵のブースト時間もこうね、あのー、削ることができてでお宝ゲージ貯めてスキルが短縮されるのを待てるということでね えーで、ダウンさせてもらったらまたこれと。いやーもう、クイーンね、無理よ。ちょっと諦めてほしいですね、正直。だって、こっちは吹き飛ばすことがないんで、敵もその、透明ステルス状態になることができないので、だからね、相性悪いですね、クイーンは。クイーンはしっかりね、あの、吹き飛ばしてくれる相手。で、状態以上を持ってない相手に攻めることが大事ですよ。はい。 で、とうとう逃げましてね。<laughs> ちょっと判断が遅いですけれども、えー、あとは三旗守って勝ちなんで、えー、こっちとあっちのね、上の方はもう守れてるんで、最後はちょっとこっちちょっとね、いい感じに生き生きに攻めてね、えー、オーケストラ決めて、えー、オリンは抜いてくれて、カウンター決めて、えー、勝つという。<laughs> 本当にね、ブルックはね、強いぜ。 はい。ということで、うち入りブルック2000分やってきたんですけれども、まあ、今表示してるこの赤ディフェンダー。ま、おりんを除けば、もうダントツですね。超フェイスを除けば。まあまあ、まあ、あの、黒ひげよりも強いと思います。僕はね、個人的に。まあ、最近出てきたベロベティちゃんもいいんですよ。で、あのー、赤ディフェンダーね、今強いの欲しいなって方、ちょうど同時に来てるんですけれども、僕は、どちらかといえばこっちをお勧めしたいです。ブルックの方を。 メロベティちゃんもいいんですけど、面白いですよ。敵をこう、見方をね、サポートしてあげるっていうのもいいんですけど、結構味方依存になってしまうんで、バルあのー、ブルックは、やっぱりね、凍結とかで、まあ、敵を倒せることもありますし、足止めすることができるんですよ。 ベロベティちゃんはアスイ止めができないので、味方にお任せーっていう感じになってしまうのでね。まあ、ハトは取ってくれれば強いんですけれども、まあ、なんでね、まあ、個人的にはブルクの方が、まあ、一枚上手かなというふうに思いますのでね、あのー、もし迷われてる方がいらっしゃいましたら、今ピックアップ着てるね、このブルック手に入れてみてはいかがかなというふうに思います。ということで、えー、今回ね、ここら辺で終わります。お相手は、千代田キでした。それでは皆さん、さよなら。